ジャン君。ジャン君って呼ぶと必ずこのコースをたどるジャン君。そしてよいしょ、こっちを開けてあげましょう。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ジャン君、ワンちゃんもしにおいでってね。いっぱい取れるよってね。蚊がいっぱい取れるよって、うん、ただね。ジャン君とポンちゃんが、ただね、顔をぴったりくっつけている写真をちゃんと見つけましたから。よかった。すずりに置けるようにしましたから。すずりに置かなきゃ。ポンちゃんだけの可愛い写真を置かせてね。あのジャックだけの顔みたいなやつあるから。やった、可愛い。可愛いですね。はい、ポンちゃん。はい、男前ジャン君があるから、美人なポンちゃんの顔もね、どこにあるんじゃ、そんなもの。いっぱいあるけど、それかも時計が口に入るよ。ヤンくん、ジャンくん、そっち側毛がついてるから気をつけてあげます。そうだ、ジャン君、だいぶ黒くなっちゃった背中を見せてください。背中側から撮らなきゃいけないので。ちょっと斜めだけどね。まあ、柄はわかるって言っても随分複雑になっちゃったね。やっぱりあそこからさ、あの肩の後ろあたりぐらいからさ、うん、昔あそこが丸く黒かったじゃん、うん、あそこのところはちょっとやっぱカーブされてるっていうか、うん、あそこを境に黒くなるんだね、下の方が。そうだね。そして点々と芝と両方あるんだね。そうだね。ジャン君、難しいよ君の柄。昔は真っ白とグレーだけだったのに。ちょっとシマもあったしね。ジャン君、ジャン君、はい、おてんびのジャン君。ポッチャー、かわいいポッチャーとイラストがいっぱい商品になったよ。ポンちゃん、ポンちゃん、ジャン君、
やすみ。うん、よかった。